マイケル・ハート・レイ・フリードマンはアメリカ合衆国の数学者。主に合衆国西部のカリフォルニア州と東部のニュージャージー州プリンストンにおいて活動。トポロジーにおける難問とされるポアンカレ予想が4次元において成立することを証明したことで知られており、1986年にフィールズ賞を授与された。現在はマイクロソフト社の研究機関マイクロソフトリサーチに所属し、 量子コンピュータの開発に携わる。マイケル・フリードマンは1951年にロサンゼルスに生まれ、1968年に17歳でカリフォルニア大学バークレー校に入学するも、1年後にプリンストン大学に移る。ウィリアム・ブローダーの指導の下、四4次元二の手術と題するトポロジーに関する論文を書き、1973年に22歳で博士号を授与される。 その後、1975年までの2年間は、カリフォルニア大学バークレー校で講師を務め、プリンストン高等研究所への1年間の赴任を経て、1976年には、カリフォルニア大学サンディエゴ校で助教授となり、後に教授へと昇進した。1998年には、マイクロソフト本社のある、ワシントン州レドモンドに赴き、マイクロソフトリサーチの理論研究チームの一員と、 現在は、カリフォルニア大学サンタバーバラ校に設置された、マイクロソフトリサーチ参加の数学、物理学、計算機科学の研究機関、マイクロソフトステーション Q に所属している。フリードマンは1982年に、数学誌、微分幾科学ジャーナルに、四次元多様体のトポロジーと題する論文を発表し、四次元におけるポアンカレ予想の証明を実現。 単連結な四次元平移相対様体の完全な分類を与えた。これにより1986年にフィールズ賞とベブレン賞、1987年にはドナルド・レーガン大統領よりアメリカ国家科学賞を授与された。彼はこれらの他にも1984年に天才賞とも呼ばれるマッカーサー・フェローズ・プログラムに名を残し、また全米科学アカデミーと アメリカ芸術科学アカデミーの会員にも選出された。ありがとうございます。